フルウィアは共和制ローマ末期のローマ貴族の女性。プブリウス・クロディウス、プルケル、ガイウス・スクリボニウス、クリオ、マルクス・アントニウスという当時ローマの第一線にいた三人の政治家、軍人と結婚し、政界に影響力を持った。なお三人の夫はいずれもポプラレースのトリブヌスであり、ガイウス・ユリウス・カイサルの支持者だった。特に三番目の夫のアントニウスの動向を左右した、 ことで知られているが、多くの学者は、彼女が三人の夫それぞれに政治的に影響を与えていたと考えている。フルウィアはアントニウスを動かし、オクタヴィアヌスを除くため、紀元前41年にペルシアで決起したが、敗れて追放された。彼女は宗教的な役職についていないもので初めて、ローマの校歌に描かれた女性である。 フルウィアはローマもしくはトゥスクルムで生まれ育った。青年月日は不明である。彼女はトゥスクルムを起源とするフルウィウス氏族の出身であった。この氏族は共和制ローマでも豊かで結出したプレブスの一族で多くの執政官や元老院議員を輩出したが、起源前125年を最後に執政官が生まれていなかった。フルウィアはマルクス・フルウィウス・バンバリオとセンプロニアの 一人娘だった。母方の祖父センプロニュース・トゥディタヌスは、ロストラから人々に金を巻くのを好み、マルクス・トリディウス・キケロは彼を狂人と呼んでいる。フルーア紀元前62年頃、フルーアは、プブリウス・クロディウス・プルケルと最初の結婚をした。二人の間には、父と同名のプブリウス・クロディウス・プルケルという息子と、クロディア・プルクラという娘が生まれた。夫婦は、 どこへ行くにも一緒だった。紀元前52年、クロディウスはプラエトルに立候補したが、失勢官候補のティツ・アンニュース・ミロとの対立が激化し、暴力的な争いへとエスカレートした。1月18日、クロディウスは祖先が建設したアッピア街道で、ミロとその手下たちに殺害された。フルウィアの名が、公の記録に現れるのは、この夫の死後である。 彼女は、公の場で、夫の遺体に覆いかぶさって嘆き悲しみ、遺体を引いて、ローマの、道々を練り歩くという行動に出た。クロディウスは、民衆に人気があったため、怒った群衆が遺体を取り上げ、元老院で仮装させた。フルウィアは母センプロニアと共に、ミロの裁判に出席し、原告側で最後の証言を行った。ミロは、有罪とされ、追放された。 クロデュースは生前に多くの手下を囲っていたが、彼らは主人の死後にはフルウィアに従うようになった。実際に彼女がコレギウムを組織していたとする証拠もいくつか残っている。クロデュースの未亡人かつその子たちの母親として、フルウィアはクロデュースの意志を継ぐ象徴となり、その影響力が後の夫たちにも受け継がれていくことになる。フルウィアが 未亡人のままであった時期はそう長くはならなかった。ローマ人の監修では、服務期間は10ヶ月で、フルウィアはおそらく夫の服務が明けて間もなくガイウス、スクリボニウスクリオと再婚したと見られている。実際、二人の結婚した年は、紀元前52、1年である。クロディウスと同様、クリオは、平民の間で非常に人気があった。クロディウスほどの名家ではなく、 最近になって、失勢感を出したばかりの家の出身だったが、保有する富では、勝っていた。政治的にはもともと伐賊派に属していたクリオで、あったが、フルウィアとの結婚後に、平民派に転じ、クロデュースの敬語主義的な政策を多く継承した。そして間もなく、彼は、ガイウス・ユリウス・カエサルやクロデュース派支持者たちにとって、重要な人物となっていった。 紀元前50年、クリオはトリブヌスに選出された。紀元前49年、クリオはカエサルの命に従って、北アフリカのヌミディアをは一世と戦ったが、バグラダス側の戦いで戦死した。この内戦中、フルウィアはカエサルの部隊が支配するイタリアの中で、ほぼローマ及びその近辺から離れなかった。クリオが死去した時点で、フルウィアの下には、 クロディウスとの間の二人の子と共に、クリオの子を妊娠中もしくは出産したばかりだった。フルウィアとキケロの首、フルウィアの復讐。キケロの首を念入りに調べる、フルウィア、1888クリオの死後も、フルウィアは、ローマのエリート階級で影響力のある未亡人で、あり続けた。彼女の、クロディウスの妻という名声とクロディウスから受け継がれた、クリエンテラは健在であり、 新たに彼女の夫となる者はその資金と支持組織を手に入れることが約束されていた。しかもその夫となる者はクロディウスの子供たちのまま父となるため、さらにクロディウスの政治との関係を強めることが可能となっていた。紀元前47、6年、フルビアはマルクス・アントニウスと3度目にして最後の結婚をした。 二人が結婚したのはクリオの死後数年経ってからだが、マルクス・クリウス・キケロは、二人の関係は、紀元前58年から続いていたとしており、キケロはアントニウスを攻撃する著作、フィリッピカエーでこの男女関係を攻撃材料に使った。彼によれば、フルウィアとクロディウスが結婚していた頃のある時、アントニウスが一度軍務を離れて、夜中にローマに忍んで帰り、フルウィアに、 彼女への愛と自分がいかに有名女優キセリスを見るのを止めたのかを綴った恋文を届けたのだという。さらにキケロはアントニウスは金目当てでフルウィアと結婚したのだと述べている。二人が結婚した時点でアントニウスはすでに行為へ上り詰めた政治家となっていた。紀元前49年にはもうトリブヌスを経験しカエサルの下で軍を指揮し、紀元前47年には マギステイルエクイートムに就任していた。アントニウスとフルウィアの夫婦は、ローマにおける強力な政治勢力となり、またマルクス・アントニウス・アンティルスと、ユッドス・アントニウスという二人の息子を設けた。プルタルコスは、フルウィアがアントニウスに強い影響力を持っており、クロディウスの政策が彼女を通して、アントニウスに継承されたと考えている。フルウィアは、夫、アントニウスを、 キケロの攻撃から守り、夫の兵からの人気を維持し、オクタヴィアヌスの台頭を妨害した。実のところ、フルウィアは未だにかつて、クロデュースが組織した手下たちを刺激していた。アントニウスは彼らを公然と利用し、自身をクロデュースの息子たちと結びつけた。またアントニウスは、プブリウス・コルネリウス・ドラベリッタとの交想の際にも、クロデュースの手下たちを使うことができた。 ガイウス・ユリウス・カエサルが暗殺されると、アントニウスは、ローマで最も力のある人物となった。フルウィアは、その後の彼の政治活動に、多大な影響を与えた。元老院は、カエサルが死んだ後になってその人気ぶりを認識し、カエサルが計画していた立法をすべて通過させた。これによりアントニウスは、カエサル時代の国庫を掌握するとともに、あらゆる法を通すことができるようになり、 フルウィアと共に財産と大きな権力を手に入れることができた。伝えられるところによれば、紀元前44年のアントニウスの遠征の際には、フルウィアもブルンディシウムの運営まで帯同したという。アッピアノスによれば、紀元前44年12月と紀元前43年の2回にわたり、アントニウスの不在中に、キケロが彼を国家の敵と宣言させるよう画策した際、フルウィアは、 アントニウス支持の基盤を固めて、そのような布告の発布を阻止した。紀元前43年、アントニウスは、オクタヴィアヌスやマルクス・アエミリウス・レピルスと組んで、第二次三党政治体制を築き、プロスクリプティオを発動した。フルウィアは三党政治の政治的同盟関係を強固なものとするため、娘のクロディアを若いオクタヴィアヌスに嫁がせた。アッピアノスやカッシウス・ディオによれば、 アントニウスらが暴力的なプロスクリプティオを展開して、性的を排除し、ローマ支配のための資金をかき集めようとした際に、フルウィアもこれに加担していたとしている。アントニウスは自身の性的、特にキケロを追求した。もともとキケロは、アントニウスがカエサル死後に、失政官の職権を乱用している、と孤然と批判していた。 アントニウスによってキケロが殺された時について多くの古代の文献ではフルウィアはアントニウスやクロディウスを侮辱したキケロへの復讐がなったことを喜んだと記録しているカッシウスディオによればフルウィアは危機として自分の金星ヘアピンを使いキケロが生前仏器として雄弁を生み出してきた舌を切り刻み最後の復讐を遂げたとされている紀元前42年 アントニウスとオクタウィアヌスは、カエサルを暗殺したマルクスユニウスブルトゥスとガイウスカッシウスロンギヌスを追撃した。フルウィアはローマに残り、そこでは最も影響力のある女性であった。カッシウスディオによれば、フルウィアはローマの政治を牛耳っていた。ディオは、翌年、プブリウスセルウィリウス・トルキウス・アントニウスが、名目的に失政官となったが、実際には、 アントニウスとフルイアだった。オクタヴィアヌスの姑で、アントニウスの妻である彼女は、怠惰なレピデュスに一切敬意を払わず、自らの手で物事を差配したため、元老院も民衆も、彼女の閲楽と引き換えに、自身の仕事を行うことができなかったと述べている。間もなく、三党政治を行う三人は管轄する、俗衆を分担することになった。レピドスは政法を取り、 アントニウスはエジプトへ赴き、そこでクレオパトラ7世と出会うことになる。一方、オクタヴィアヌスは、紀元前41年に、ローマに帰ってきて、カエサルに従ってきた、子産兵たちに土地を分配し、フルウィアの娘クロディアと離婚した上で、フルウィアが最高権力を得る野望を抱いていると、断劾した。アントニウス不在中に、オクタヴィアヌスが、 古参兵たちの忠誠を獲得し始めたのに脅威を感じたフルウィアは得た土地に入植していった古参兵たちの元を子供たちを連れて巡回し古参兵たちにアントニウスへの狩りを思い起こさせようとしたまたフルウィアはアントニウス・トレピドスが土地分配執行者の名誉に預かれるようアントニウスが帰還するまで土地分配を遅らせるよう運動をしたオクタヴィアヌスがイタリアにおり アントニウスは遠方にいるという不利を覆すべく、フルウィアは夫の弟、ルキウス・アントニウスと協力して、公然とマルクス・アントニウスを支持する、反オクタヴィアヌス運動を展開した。彼女の行動は、政界と社会に不穏な空気をもたらした。紀元前41年、オクタヴィアヌスとフルウィアの対立関係が火を吹き、戦争に発展した。アッピアヌスは、 この戦争の首謀者はフルウィアであるとし、彼女がエジプトでのアントニウスとクレオパトラ7世の不倫関係に嫉妬を抱いたのが原因であったとしている。フルウィアがアントニウスの関心をイタリアに引き戻すべく、オクタヴィアヌスとルキウス・アントニウスの対立を煽った可能性もある。ただ一方でアッピアノスは指揮官たちの利己的な野望と自身の兵たちをコントロールできない無能ぶりも、 戦争の原因であったと述べている。フルウィアは、ルキウス・アントニウスと共に、イタリア内の発古軍団を召集し、夫、マルクス・アントニウスの権利を守るべく、オクタヴィアヌスとの戦争を始めた。この軍がまず、ローマを短期間占領した後、ルキウス・アントニウスは、プライネステで軍を再編したが、その後ペルシアに撤退し、オクタヴィアヌスの軍に包囲された。ルキウスは、 ガリアにいるアントニウスの軍団が援軍に駆けつけてくるのを期待していた。しかしこの戦争を予期していなかったアントニウスは未だ東方族州に滞在しており、彼の軍団にも命令を出していなかったため、ルキウスへの援軍は現れなかった。このままフルウィアはプラエネステにいてルキウスを支援しようとした。アッピアノスによれば彼女はガリアからヴェンティジウス、アシニウス、カレヌスを ルキウスの援軍として呼び戻そうとし、また別の軍勢を組織して、プランクスに指揮権を与えるキウス援護に向かわせた。この戦争において、オクタヴィアヌスは投石器のたまに、フルー古いや個人を侮辱する文言を刻んで投げ込ませ、紀元前40年には彼女を指した下品なエピグラムを書いた。その内容は、アントニウスが高級商府上がりのカッパドキアの応募。 グラピュラとの不倫に走っているというものだった。そのエピグラムの一部が一世紀の風刺詩人マルティアリスの作品の中に引用されている。2ヶ月に及ぶペルシアの包囲の末、食料が尽きて飢えたアルキウスは紀元前40年2月にオクタビアヌスに降伏した。フルウィアは子供たちを連れてギリシアに脱出した。アッピアヌスによれば彼女はアテネで アントニウスと再会した。アントニウスは彼女が戦争に関わったことに腹を立てていた。アントニウスがオクタヴィアヌスと和解するべくローマに向かった一方でフルウィアは赤や地方コリントス近くの色温で謎の病に倒れ没した。彼女の死後アントニウスとオクタヴィアヌスは互いの対立の責任をフルウィアになすりつけた。プルタルコスは カエサルと和解する機会はもっとあった。アントニウスがイタリアに至ると、カエサルが彼の責任を問わない意を明確にし、アントニウスは彼自身のあらゆる責任を古屋に負わせる用意ができていたのだ。と記している。アントニウスは、オクタヴィアヌスの姉小オクタヴィアと再婚し、公にオクタヴィアヌスとの和解を演出した。この後、アントニウスは二度とイタリア内に、 かつてのような地位と勢力を取り戻すことができなかった。アントニウスと結婚したショーオクタウィアは、フルウィアの子供たちを全員引き取って養育した。フルウィアの子供たちの内娘のクロディア・プルクラは、オクタウィアヌスと離婚した後のことは不明である。息子のマルクス・アントニウス・アントゥルスは、アントニウスが滅亡した後の紀元前30年に、オクタウィアヌスにより、アレクサンドリアで処刑された。 その弟のユッドス・アントニウスは除名され、小・オクタウヤの娘ダイ・マルケリッタと結婚し、ルキウス・アントニウスが生まれた。ユッダ・アントニアもこの夫婦の子である、可能性がある。しかしユッドス・アントニウスは後に、アウグストゥスの娘ユリアと不倫関係になり、陰謀を企んだことで、アウグストゥスの怒りを買い、紀元前2年に自殺した。ありがとうございます。